ヨハネ・ヒルカノス一世、プロンプトゥアリ・コヌム・イニシギオルムより。ヨハネ・ヒルカノス一世は古代イスラエルを統治した、レビ族を先祖とする、ハスモン・アサの再始王ヒルカノスは、彼が権力を握った時に選んだ名前であると考えられている。ヨハネ・ヒルカノスは、マカバイ家の兄弟シモンの子であった。これは、ユダ・マカバイから言うと老いにあたる。 ユダとその兄弟たちの物語は、旧約聖書外典の一つ、マカバイキやタルムードに詳しい。シモンの統治した、ゲゼル要塞の管理を任された。シリアをアンティオコス七世がケンデバイオスに、ユダヤ信仰を命ずると、兄弟ユダと共に、ケンデバイオスを撃破した。紀元前134年シェバテ、父シモンと彼の兄弟マタテヤ、ユダは、 エリーコ総督プトレマイオスに暗殺されるという悲劇に見舞われたが、ヨハネは偶然にもその場に居合わせなかったため、命を取り留めた。彼は、父の後を継いでエルサレムに入り、大祭司にして統治者という地位についた。この当時、ユダヤ人たちの中には、ハスモン家がダビデの血筋に属していないために、イスラエルの統治者にふさわしくないと考える者も,も少なくなかった。 ヨハネ・ヒルカノス一世統治下の発問朝、紀元前110年征服した領土、ヨハネ・ヒルカノスは、統治者としての資質に恵まれた人物であった。彼は、軍事的指導者としても結出しており、プトレマイオスを攻撃した。プトレマイオスは、捕虜としていたヒルカノスの母を眼前で無知打ち、彼の戦意を襲いだ。プトレマイオスは、ヒルカノスの母を殺害し、 フィラデルフィアのゼノーンの下へ逃亡した。紀元前133年、アンティオコス7世は、ユダヤ制圧を目指して、エルサレムを行為し、ヒルカノスは防戦した。行為は住民に苦難を与え、カリアンの祭りのために休戦が成立し、ヒルカノスが武器の引き渡し、功能に同意することで、シリア軍は撤退した。アンティオコスのパルティア遠征に同行したが、 アンティオコスは戦死し、セレウコス朝の支配は事実上崩壊した。これ以降、ヒルカノスは急速に勢力を拡大する。ヒルカノスは兵を率いて北上し、メダバ、シェケム、ゲリージム山を攻略した。紀元前128年、彼はユダヤ教においてサマリア人とユダヤ人の宗教的対立を解決するためゲリジム山にあった。 サマリア人の神殿を破壊している。この行為は結局何の解決にもならず、それどころか、ユダヤ人とサマリア人の憎しみを増幅させる結果になった。またイドマヤのアドラ、マリサを制圧し、住民をユダヤ教に改収させている。それまで武力でユダヤ教を強制した例はなかったため、これは驚くべき行為であった。イドマヤ人はこれ以降、 ユダヤ人に同化されていく。紀元前110年、ヒルカノスは息子アリストブロス1世とアンティゴノスに命じてサマリア遠征を行う。サマリア人はシリアのアンティオコス9世キュズケノスに救援を要請したが、その部下カリマンドロスは戦死し、エピクラテスは賄賂に応じてスキトポリス周辺を売り渡した。紀元前109年、サマリアを制圧するとヒルカノスは 死骸を徹底的に破壊し、山中の急流を流し込んで、街の痕跡を洗い流した。ユダヤ人と、その同盟者マリサ人に対し、サマリア人が、長年敵対関係にあったことが、ヒルカノスの憎悪の理由であったという。研究者たちは、外典の一つ、ヨベル書がヒルカノスの知性に記されたと見ている。マカバイキ、第一も、ヒルカノスの、 父シモンの知性までを記しており、ヒルカの水口の時代に記されたと思われる。また、学者たちのあるものは、ユダヤ教がファリサイ派とサドカイ派という相対する二つのグループに分かれたのがこの時代であると考える。つまりこの時代にエルサレム神殿による祭司たちから構成されて、権力側に密着したサドカイ派と民衆の中にあって、 宗教者としての指導力を発揮しながらも、政治的指導者とは距離を取ったファリサイ派という構造ができたと考えるのである。一般的には、ヒルカノスはサドカイ派と接近することで、自らの権力基盤を強化したと考えられているが、ヒルカノス自身がサドカイ派に属していたという説もある。ヨセフスの記述によれば、ヒルカノスは当初ファリサイ派を支援していたが、 宿宴の席でファリサイ派のエレアザルがヒルカノスの出生を中傷したことで激怒した。さらにサドカイ派のヨナタンはファリサイ派全体が悪意を抱いていると吹き込んだため、ヒルカノスはファリサイ派に敵対し、彼らの立法書規定を撤廃、弾圧した。ハスモンアサとファリサイ派の対立は激化し、サロメ・アレクサンドラが和解するまで続く。ヨハネ・ヒルカノス一世の時代。 ハスモンアサイスラエルは古代のダビデやソロモンの王国に匹敵する最大半島を実現した。ヒルカノス一世が死ぬと彼の持っていた二つの権力、宗教的権威と政治的権威は分けられる形で後継者に譲られた。すなわちその妻が女王として統治し、息子アリストブロス一世は大祭司として宗教的権威を持つことになったのである。しかし、 アリストブロスはこのやり方が気に入らず、母と自身の兄弟を投獄してまで権力を掌握するようになった。この事件に象徴されるように、ヒルカノス一世没後のハスモンヤは、内紛と混乱を繰り返し、数十年後のローマ軍の介入を招くことになる。ありがとうございます。